写真拡大広島の投手指名練習が16日、マツダスタジアムで行われた。先発投手に加え、体調不良で離脱していたヘロニモ、フランスア投手が参加した。フランスアは8日の練習を欠席。10日から別メニューで練習を再開し、前日15日から1軍に再合流していた。この日はキャッチボールを終えるとブルペンへ。全球種を織り交ぜ45球を投げた。久しぶりだったけど問題はない。まっすぐが良かった。捕手が構えているところに投げられてし、スピードも出ていたよ。今後は2軍の練習試合となる17、19日の中日戦の中で登板する予定だ。